建物の倒壊の可能性もあります。中野記者からの報告にもありましたが、それから捜索活動が続けられています。これは何や、助けられへんかったいうことかい。本部からの要請に基づき、まずとにかくご遺体の取り違えをしないこと、それから正しい亡くなった原因、死因ですね、これを確認すること、そしてご遺族にお返しするときにですね、ご遺族の心のケア、面会するときにですね、当然精神的ショックを受けるわけです。でそのショックを少しでもですね軽減できるように、ご遺族に対する心のケア、これもやるというのが本件の特徴でございます。